バイオリンレッスン動画を見ていただきましてありがとうございます。5回目バイオリンレッスンに行ってきまして、今回は先生に見本演奏を即興で弾いていただきました。そして以前自分が弾いたもののけ姫の演奏と比べることによって、自分の演奏の何がおかしいのかという感じがはっきり分かりましたんで、ご紹介したいと思います。余談になりますが、僕は最近家の屋上に上がりまして、外でバイオリンを弾いたりしてるんですが、その時にヒヨドリがやってきまして、近くの電柱のてっぺんに乗って、明らかにこっちを見て、バイオリンの音色に負けじと思いっきり鳴き声を上げるんですが、明らかにこっちに向かって何かを言っている感じで鳴きます。威嚇している感じではないです。結構長いこと言いまして、4分ぐらいはいたと思うんですが、一緒に、聞いているという感じではなくて、なんか一緒に歌っているというような感じで面白かったです。僕が前回弾きましたもののけ姫ですが、先生の見本と比べますと、すぐに何が足りないかわかりますので、冒頭の部分だけで比較してご紹介したいと思います。その後に先生が弾いてくださった演奏を残しておくとともに、またいつでも聞き返せるようにご紹介しておきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。まず最初の部分だけ先生の見本演奏です。次に僕が前回弾きましたもののけ姫の最初の部分です。テンポの違いはあるんですが、僕の演奏の何がおかしいかというと、まず音と音が切れてしまっているということです。なぜ音がつながっていないのかというと、僕の場合、1音の中で最初と最後が力を抜く癖がありまして、音の最後で弓を上げてしまうと、そこで音が小さくなって切れてしまうようです。なので意識的には音の語尾をさらに音を大きくしていくというイメージで弾いていくといい感じだと思います。そしていい感じで弓の圧をかけたまま次の音に入るんですが、次の音の鳴り出しでうまい具合に弓の圧を調整して緩めて次の音に入る。そして次の音を変える瞬間もできるだけ短く素早くですが、ガツッとならずスッと速くという微妙な力加減が、スピードと力加減が大切なようで、これは経験で学んでいかないといけないです。これの練習には音階練習が良いらしく、音階練習というのは音程の練習をするという以外にも、右手の圧のかけ方やその右手のテクニックを鍛えるという意味合いも強いそうです。次回のレッスンでまた先生に聞いてみて確認してみたいと思います。では先生に弾いていただいた見本演奏です。
なんとしてもこういう感じの見本のような感じで弾けるようになりたいので、これからも頑張っていこうと思います。